はい、皆様いらっしゃいませ、こんばんは、スシローカンナでございます。それでは本日もやっていきましょう。始まりの島、続きからですね、前回ですね、ここ、ゴッサカイト村にて、刀鍛冶の依頼というかお使いを頼まれていたんですが、その刀鍛冶、ここ一番の刀鍛冶でさえ、イザナギの剣は、打ち直すことはできませんでした。レベルの方少し上がっておりますが、その代わりといってはなんですが、剣と武器をもらいましたので、砦の化け物を倒しに行きましょうというところでしたね。へい。この先の峠に恐ろしい魔物がうろついとるらしい。魔物がいなくなるまでは峠を通すわけにはいかへんねん。スマンが引き返してくれ。うん。その魔物の話を聞いてきたんよ。そ、うちらがボコしに行こうでっていう話や。私らがやっつけたれ。せや。アホみたいな、アホなこと言うな、お前らみたいな子供が。おや？お前らが持ってるのはまさか、マヒトスさんの武器か。マヒトスさんの武器って見た目でわかるんかな。マヒトスブレード、マヒトスアーム。はい。マヒトスさんがね、私らのために作ってくれて。うん、夜鍋してね。ええやろ。自慢して。あおられ、マウント取れるんそれ。マウントトレーニアなん。いや、こいつは悪かったな。ごめん。マヒトスさんが武器を作るほどの戦士には見えへんかったんや。許してくれ。うん。しゃあないから許したるわ。寛大だな。とにかくこの先の魔物は危険や。これまでに何人もの戦士が帰らぬ人となってしまったし、その中にはお前らと同じくマヒトスさんの武器を持つ者もおったんや。どうか気をつけてくれ。はい。ありがとうございます。大丈夫だよ、コトルガがあるけん。ほんなら、張り切っていこう。せや。シャーネ行くか、怖えな。レベル上げたとはいえ、1やけんな。広いんですけど、また。アイテムだった。アイテム欲しいな、でも。ねえ、なんか武器がマヒトスブレードになって、ユウヤくんが全体技じゃなくなってしまったんやけど、それがちょっと難点ですね。マヒトスブレード単体なんやって思いながら。守りの水ありがてえな。ね、守りの水。いや、ゆうやくんが落ちたらやばいけん、ゆうやくんに全振りしよう。こういうな、ステータスアップは全部ゆうやくんにあげるけど。だって、みなちゃんが離脱するかもしれんよ。2体か。1体ずつ確実に落とそうね。麻痺か。麻痺クラッチュンか。麻痺だったら確定で動けんのか。それはちょっとたるいね。いや、まあ、だいたい行く場所は分かったね。上行って、この辺りから曲がれば、多分階段に行ける。島ね、入れ子やって、入れ子強くはない。攻撃力は高くはないね。で、硬い！ということは、攻撃魔法。攻撃魔法ないけど、うちら。か、体力が低いんかもしれん。あ、そうだね。体力3しかないんだ。そういうことか。なるほど。攻撃、防御力異様に高いけど、体力少ねえタイプだ。こっちやねえじゃん。大回りだよ。大外回りだよ。なるほど。面白い敵が増えてきましたね。でも、あの玉ねぎもどきみたいなやつが出てこんからさ、経験値低いんやけど。いいね、クリティカルナイス。やっぱあの玉ねぎ野郎が一番ね、経験値でかかったみたい。うわ、下にアイテムある、見て、取ってきていい？取るね、ごめんね。取れなかった。あ、でもこいつ一体やったら弱いね。こいつ55やろ、経験値。ミーナちゃんがあと400ぐらいの経験値なんよ。魔力の水だ。やっぱこういうのもさ、やっぱ予約になるよね。だって、ミーナちゃん、技ないもんね。ミーナちゃんさ、爆裂客とか覚えへん？聖剣好きでもいいけどさ。そういうの覚えてくれへんかな？特技ってないんかな？なんだろうね、特技って。不思議だね。不思議な感覚だね。いや、でもいいんじゃないかな？某、ドラゴンなクエストの感じのね、スキルがあってもいいんじゃないかなと思ってます。淡路島なんで。抜けたね。ここは、この先か。セーブしといていい？収録日バレるん嫌なんやけど。
はい。インカウントねえわって言おうと思った。あったわ。ああ、こいつか。こいつ絶対2ターンかかるからめんどいね。クリティカルだったら防御無視になるんかな、ちゃんとこれって。平均値低い。こいつは上手くないな。美味しくない敵だ。あ、広いな、ここの、この細道。だから行きたくなるね、こういうとこ。まあ、敵が強くないだけマシやな。マヒトツブレードはありがとう。マヒトツアームとマヒトツブレードのおかげや。やっぱマヒトツブレードがね、攻撃力高いけんさ。先こっちから倒そうね。ああ、クリティカル出るんだったら、あっちにしとけばよかった。左の方に入れ子にしとけばよかった。入れ子型。入れ子型。オッケー。倒した。入れ子がもうちょい経験値あればなぁ。いざ波の涙か。戦闘風の回復のアイテムやったっけ。せやね。じゃあ行こっか。しょうがないね。これはめんどくさいけど。いや、待てよ。いや、まあええわ。しゃあねえわ。いや、ミーナちゃんがワンパンで、倒せるかなって思ったんやけど、そうそう、ミーナちゃん回復せない、やばいな。やっぱミーナちゃんの打たれ弱さが、ちょっとあります。お、いいね、レベル上がった、チンク。ごめん。めっちゃ咳込むね。そう、まだ咳込むんですよ。なんやかんや言いときながら。ところ天空。ごめんね。アメちゃんの目持ってやるんですけどね。たまに咳込むときがあります。ご了承ください。イベントかと思いました。イベントじゃなかったです。ミーナちゃんが多分、島根県一撃やね。オッケーオッケーオッケー。いやー、マヒトツアーム強えわ。マヒトツアームのおかげで楽やわ。ウェポン系なんだろうな、マヒトツアーム。で、どこにその魔物おる？なんか硬い魔物ばっかりちゃう？こいつらが例の峠の魔物な？まあ、入れ子以外はやばいけど、入れ子は硬かったね。いや、多分ちゃうよ。大物が。何人もの戦士がやられたって言うし。この程度の強さじゃないはずや。じゃあな、まあ、一つブレードか機関相手が出てくるってことやもんな。やけどさ。うん。私の攻撃も、ゆうやの剣も、ほとんど効かへんやんか。いや、意外と効いちょるで、まあ、一つブレード。こんな魔物ばっかりじゃ、先に私らがやられてまうよ。確かにな。悔しいけどしゃあないな。一旦ゴッサカイトに戻ろう。マジでいけるって。え、あ、近っ。思ったより近い。しまった。あ、挟まれちょる。後ろからも。囲まれちょる。囲まれたらまずい。突破するよ、ゆうや。ああ、まあ、一つブレードの力見せてやるよ。おう。どやー。何？なんちゅう硬さな。これじゃ突破なんかできん。マジで、ブレイブ見せようよ。そう。ゆうやくん、それ背中から、ゆうや背中くっ、あ、ゆうやダブっちゃった、ハモっちゃった、みなちゃんと。ゆうやくん。でも、硬いっていうことはさ、そいつ持ち上げてさ、もう片方のやつに勝ちつければさ、硬いもの同士にさ、粉砕できるんじゃん。どないしよう、ゆうや物理的硬さか、筋肉的硬さかによるけど、誰や、ボイスがある。ボイスありっていうことは仲間になるんかみたいな。はぁ、あ、お、魔法色が来るのか。ちょ、待ち。ちょ、待てよ。名乗れ、名乗れ。名乗らんかった。今のは一体。あ、ゆうや。それよりも、ゆうや。せや。大丈夫？なあ。ああ。よかった、ゆうや。うん。危ないところやった。いや、だいぶやられてたけど。またミーナの足引っ張ってしもたな。ごめん。いや、まあ、一つブレード効かんかった。ええんよ。それよりもさっきの人。うん。ものすごい威力やった。
それに優也が使う魔法になんとなく似てた気がする。確かに。誰なんやろ。ついてってみようぜ。多分まだ近くにおる。探す？また魔物に会うと厄介やけど、会って話してみたい。まあ仲間に加わってくれればよしやもんね。さっきの魔法のこと。あら、ん？弱虫優也にしては随分積極的やな。みんなちゃんだいぶ優也くんに惹かれてるね。良きかな。でも私も同じ意見。さっきの人探してみよう。あい、わかった。よし行こう。いやでも魔法職増えてくれるんやったらありがたいよね。うちらはさ、魔法使える人おらっけ。こんなところに家がある。田んぼまで。田んぼまである。自給自足ができる。あ、おや、あなたたちはさっきの。うん、帰ってないよ。帰ったと思ったでしょ。こんにちは。こんにちは。俺の名前はユウヤ、こっちはミーナ。さっきはどうもありがとう。ほんまに助かった。どういたしまして。この辺りの魔物はとても固く、剣や打撃だけではなかなか倒すことができませんから。武器とのシンクロやな。シックスセンスを磨くっていうことやな。なるほどな。メルヘブンで学んだわ。シックスセンスを磨けばいいんや。ちょうど通りがかっただけですが、ご無事で何よりでした。やけど、ほんまにすごかったな。あんな硬い魔物をあっという間に。びっくりしたわ。すごい。すごかったよ。だってうちら攻撃魔法ないもん。どうかしたん？いえ、その、あなたたちは私のことが怖くはないのですか？別に怖くはないけど。何？別に？なんで？な、別に何でもええと思うけど。それは私が魔物を倒した術を見たでしょう。あ、似たようなの使える人いるんで、うちらにも。あのような異能の力は人に好まれるものではありませんから。ほんまに？めっちゃ頼りにしたいんやけど。以前にも同じように旅人を助けたことがありましたが、彼らは私の術を見るなり逃げるように去っていきましたよ。いやけどすごい力やんか。魔物たちを一瞬で倒してしまうんやから。それにさ、ああいう不思議な術やったらユウヤだって使えるもん。せやで。まあ、回復補助系が多いけど。え？なあ、ちょうどええからさ、私の怪我直してよ。さっき魔物にやられてしもて。あ、わかった。トコル。これはどうだ。回復魔法はできまい。ほらな、回復しかできへんからあんたほど役には立たへんけど。十分だろう。相手にバフでデバフもかけれるんだぞ、こっちとら。大きなお世話やわ。もう怪我しても治さへんで。せや。やだな、やかんといてよ。ただの冗談。申し遅れましたが、私の名前はコルと言います。おう。もしよろしければ少し話をしていきませんか？よかろう。うん、俺らも話したかって。では私の家へどうぞ。こんな場所での暮らしですから大したもてなしはできませんけどね。いやいや、十分。狭いな、確かに。そうですか。イザナギ様は封印されてしまい、魔物たちは世界を混沌に戻そうと。そしてユウヤが代行者として選ばれて、ずっと明日の世界からやってきた。そうなんや。すぐには信じられへんと思うけど、全部ほんまのことなんよ。うん、イザナギさんを封じたっていう魔物は私もしっかり見たんや。うん、負けちまったね。恐ろしい魔物やったよ。いえ、疑ったりはしていません。魔物が現れたこと、そして少しずつ強くなっていること、ずっと不審に感じていましたが、ようやく納得できました。それにしても、そうですか、そのような事態に。なあなあ、ほんでさ、コル。はい。コルはなんでこんなところで暮らしとるん？ここで生まれたん？それは
一人で暮らしてるの？他に家族はおらんの？ちょっと質問攻めすぎるよ、みんなちゃん。待ってあげて。それにさ、魔物を倒した力って何なの？質問攻めやな。どうやって覚えた？私にも覚えられるかな？みんなちゃんはとりあえず制限付けと爆裂覚を覚えてくれたら助かるかな。そうやったら私も覚えたいな。どっついかっこいい。あとな、さっき出してくれた木の実っておかわりないん？すっごい美味しかったからもっと食べたい。それとミーナ、マシンガンすぎるね。ちょっといっぺんに質問しすぎや。コルが困っとるやろ。あ、そっか、ごめん。いいえ、構いませんよ。まず木の実は私のものをどうぞ。まだたくさんありますから。ほんま？どうもありがとう。さて、それでは残りの質問について一つずつ話しましょうか。うん。もともと私は淡路島の人間ではありません。何？生まれて間もない頃に摂津の浜に捨てられていたそうです。摂津っていうとどの辺だっけ？しかしとても幸運なことに、近くの村で暮らしていた老夫婦に拾われ、彼らに育ててもらいました。とても優しい人たちでしてね。義理の父母ではありましたが、私のことを本当の子供のように大切に育ててくれました。そして私も彼らこそが本当の親だと思っています。しかし3年ほど前、流行り病にかかってしまい、二人ともこの世を去りました。そして私は逃げるようにして村を離れ、淡路島へやってきたのです。なるほど。それ以来ずっとここで暮らしています。逃げるようにってどういうこと？なんで村を離れたん？そりゃ決体な魔力、魔物、魔法を使えるやつがおったらな、みんな恐れおののくってもんよ。ひょっとしてその力が？ええ、その通りです。両親によると、私は生まれながらにしてこの力を持っていたそうです。捨て子というだけでなく、人外の恐ろしい力を持つ私のことを村の人々は忌み事として嫌いましたが、狩りや漁をするときにこの力が役立つこともありましたので、どうにか両親がみんなとの折り合いをつけてくれていたのです。うん。しかし父と母が亡くなると、村の人々はあからさまに私のことを蔑み阻害するようになってしまいました。そして私は村を逃げ出してきたのです。淡路島に来てからもできるだけ人々と関わらないようにここで密かに暮らしていました。ひどい。いいえ、彼らも家族や村を守るために必死に懸命に生きているのですから、恐ろしい力を持つ私を避けるのは当然のことでしょう。せやけどコールがかわいそうや。何も悪いことしてへんのに一人ぼっちで暮らさんとあかんなんて。ありがとうございますミーナ。でもね、私はここの生活が結構気に入っているんです。淡路島は本当にいい場所ですよ。それはわかる。その気持ちはすごくわかる。やけどさ。ゆうや、あのさコル。うん。はい。そのもしできたら一緒に行こうか。ものすごい気配。こいつが峠の魔物。近くにいるみたいやね。どうする？やるか。マヒトスブレードで。ゆうや、ミーナ。力を貸してくれるかコル。私はこれまでにこの魔物を何度か見かけたことがありますが、他の魔物たちと同様に剣や打撃はあまり効かないと思います。なんで？じゃあ私らだけやったらまたやられてまうかも。でもコルが一緒に来てくれるなら。その通りです。ですから私も一緒に行きましょう。いいぜ、行こう。ほんま？よかった。コルの魔法があれば百人力や。やけどええの？せっかく静かに暮らしてたのに。せやで。コルはすごい力を持っとるけど、魔物と戦いたいわけやないやろ。そうですね。
私も魔物と戦うのは恐ろしいですし、ミーナのように家族を魔物に殺されてしまったわけでも、ユウヤのように使命を背負っているわけでもありません。やったら。でもね、ユウヤ、ユウヤもミーナも私の力を決して恐れることなく、一人の人間として接してくれました。それがどれほど嬉しいことか、ユウヤにはわからないと思いますが、両親の他にそのような人には一度も会ったことがありません。そんなあなたたちを見殺しにするなんてできませんよ。戦うにはそれで十分でしょ。ああ、十分だ。コル、この魔物はもう少し先にある洞窟をねぐらにしていたはずです。さあ行きましょう。うん。よし、これでコルが仲間になりますね。レベルは12。まあまあまあいいでしょう。魔法使えるお前。あ、違う、戦闘魔法はない。ばっかりってことか。ごめん、むせちゃった。こういう時盾持っとったらよかったな。いや、でもまあ、そうだね。物理攻撃力は低い。だいぶ低いな。いや、防御力も低いな。ミナちゃんより低い。大丈夫かな？不安だな、行くか。じゃ、どこで切るかすっげえ迷ってるんやけど。命の水だ。これは体力アップやろ。コルの体力やばいし、コルの体力上げとこうか。不安だ。すごく不安だ。で、こっちだね、多分。多分ってか、そうだね。セーブしとくか、一応。ガチ収録時間バレる嫌なんだけど。おるー。さあ、ここが魔物の洞窟です。ごめんごめん。間違いないわ。うん、おるもんね、だって。さっきと同じ気配を感じる。すぐ近くにおるはずや。おる、画面端見切れてるよ。よし、セーブ写真いくか、突っ込もう。おった。確認しておきましょう。おそらく剣や打撃は効きません。攻撃は私に任せてください。じゃあミーナちゃんの役割ねえじゃん。わかった、よろしくな。頼んだで。ユウヤ君は回復とか補助魔法があるけど、ミーナちゃんは。じゃあ行くで。ミーナちゃんは何をするんだい一体。硬そう、確かに。とりあえずゆうやくんは、暗情は毒回復やろ？アラクトールが味方全体の防御力上昇やってめちゃめちゃ強いやん。で、もう、みやちゃん防御。で、魔法が、氷の超、あ、でも中ダメージの魔法あるやん。で、相手のデバフもできる。うん、命中率減少とかある。結構黒魔導みたいな感じか。レイザム。レイザムって全体だった？もしかして。あ、全体だった。もったいねえな。あ、でも MP 消費です。じゃあ MP がでかいのか。なるほど。いや、防御じゃないよ。ゆうやくんはトポルでミーナちゃんが行く。ミーナちゃんは防御。うん、結構食らうね。ゆうやくん、トッポル。みなちゃんのすること間違いねえんだけど、殴ってみるよ、みなちゃん。みなちゃん殴ろうか。1! みなさん、防御頼みますわ。全体の防御バフはつけたから、変身モールで全体の素早さ上げれる。みなちゃんマジで防御しといて。で、コルで、レイザムの方ダメージ入んねんね、やっぱり。20ポイント程度のサッカーだったら別に、いい気もするなぁ。普通にレイドで。
怒る。これはそんなに強くない。怒るだーしてもええけど、まあまあまあええでしょう。レイド結構耐えるね。タフいね。なかなかやるね。なかなかタフいね。どうしたもんかね。レイドだね。まだ倒れぬ。まだ倒れねえか。結構強いな。レイド、防御。マジ、鎮血ぐらい覚えてくれへんかな、ミーナちゃん。頼むよ。先にユヤくんの MP がつきそう。ミーナちゃん防御。どうしよう。一旦ユヤくんも回復しとくか。で、レイド。殴らなくていいかな。殴らなくていいかも。あんま殴ろっか。まだ耐えるんですか。どれだけ耐えるって言うんですか。アフスギンゴ。雷ダメージはここが通るんかな。待って、戻るか。雷ダメージに変えてみるか。氷やったらそんなにやったけど。あー、雷の方が通りがいい。どうして試さなかったんだろう。試さなかった自分を恨むわ。雷ね、MP 的には3と9やもんね。3倍ぐらい、そうだね、3倍のダメージだね。MP の倍率通りのダメージが通ってるわ。なるほどな。ライン！ライン。レインがつくんかな、そのうち。お前、技持ってる！いつ覚えた、ミーナちゃん。ミナちゃん、ごめん。ごめん、ミナちゃん。ミナちゃん、ごめん。許して、ミナちゃん。ミナちゃん、技持ってんじゃん。いつ覚えたんだ。教えてくれよ。ごめんな、今まで天気図だの。なんか覚えろって言ってたの。ごめん、嘘。覚えてた。ごめんね。倒した、やった。ゆうやくんお疲れ。ずっと回復しとったね。ありがとう。なんとか倒せた。うん。どうもありがとう。全部コルのおかげや。とどめさせた、ミーナちゃん。いえ、そんなことは。おや。どうしたん？なんか落ちちゅうよ。そちらから、不思議な気配は。お前や、あの魔物が持っとった宝物かな。これは、なんて神々しい。指輪やんな。でもすごい力を感じる。もしかしてこれってイザナギさんが言ってた神器かな。なんかそんな酔ったっけ。かつて魔物たちに奪われたっていう。なんか酔ったな、そんなこと。そうかもしれませんね。このような指輪を作れる人間がいるとは到底考えられません。じゃあさ、じゃあさ、すごい効果がありそうよね。私がもらってもええ？まあいいよ。ああどうした？あれ？みなちゃんどうした？おかしいな。うまく指にはまらへん。サイズ合ってないんちゃう？なんていうか、指輪に拒まれてる感じ。ああ、道具が人を選ぶタイプですか。なるほど。なるほど。おお、やりますね。ゆうやの剣もそうですが、誰にでも扱えるわけではないのですね。じゃあ、ゆうやくんがはめなよ。ちぇ、つまんない。いや、みなちゃんにはみなちゃんの、そういう神器があるって。じゃあ、ゆうやにあげる。ちっちゃい子か。ああ理由がちっちゃい子やないか。あれ、ゆうやくんもあかんのか。ダメだ、俺にも装備できへん、これ。じゃあコル、コル用ですか。そらそうですよね。イザナギさんの代わりなんやろ、あんた。なんで装備できへんのよ。何言われたって。そんなこと言われてもねえ、困っちゃうよ。おかしいな。確かに神器を集めろってイザナギさんが言っててんけどな。ひょっとしてこれ神器じゃないんかな。いやでもな。じゃあコルは？そうだよ、コルがはめてみな。え？コルも試してみーや。物は試しや。なんとなくコルに似合う気がする。しっくりくる感じ。いや私は。はめた瞬間にもううちらの仲間から外れることはできんくなるけどな。いいやんか、何も減るもんじゃないねんから。
それにどっちかっていうと優也よりもコルの方が神の代行者って感じがするもん。やめてあげてよ。誰が桃王や。まあそれは否定できへんな。否定しな。ああそれじゃあこれは。ああ輝いておりますわ。なんて読むんですか？鉄アーマツの神。なんて読むの？魔力が溢れてくる。すごい。やった！いや、しかし。もう逃げられないよ、コル君。なぜ私が？わかんねえ。なあ、コル。はい。コルの家でもいようと思ったんやけど。俺たちと一緒に来てくれへんか？ユウヤ。魔物たちと戦うのに、コルが追ってくれたらめっちゃ心強いし。コルが神器を装備できることにも、魔法を使えることにも、何か理由があるはずや。うん。俺がイザナギさんから回復の魔法を授かったように、コルの魔法もきっと同じで神様に授けられた力なんよ。魔物たちと戦うためにな。すっごい大変な旅になると思うし、せっかくの静かな暮らしから離れてもらうことになってしまうけど、コルの力を貸してほしい。頼む。うんうん。私からもお願い、コル。一緒に魔物を倒そう。ミーナ。確かにユーヤの言う通り、この神器を装備できたことも、異能の力を持って生まれてきたことも、それらすべてが神々による典型なのかもしれません。コル、ユイヤ、ミーナ、あなたたちの長い旅、私も共に歩ませてもらいましょう。助かる。改めてよろしくお願いします。頼むぜコル。うん、こっちこそよろしく。これで正式に仲間になったんかコルか。無事峠の魔物も倒せたし。さてと、一旦ゴッサ会とか。コルが一緒に来てくれてよかったけど、これからどうしようか。どうする？そうですね、とにかくユウヤの剣の輝きを取り戻さなければいけませんが。そうなんよ、まだ情報が足りませんね。うん。じゃあさ、ゴッサ会とだけやなくて他の大きな村にも行ってみよう。きっと何かの方法が見つかるよ。そうですね。ではまずは旗田村へ向かいましょう。ああ、酔ったね。旗田村。旗田村は淡路島で最古と言われる聖縁の集落です。ごっさかいとほどの規模はありませんが、良質な塩を求めて多くの人が集まります。うん、旗田村なら橋が壊されてまう前に何度か行ったことがあるよ。海沿いの綺麗な村やんな。ええ、旗田村へはこの洞窟を抜けても行くことができます。あ、そうなんや。じゃあそのまま直行するってことか。このまま洞窟を抜けてしまいましょう。わかった。はい、というわけでね、無事峠の魔物を倒したし、これが正式に仲間になりましたというところで、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。せい、バイバーイ。